波が視界を真っ白に遮った次の瞬間、波がフロントガラスを直撃し、海水が車内に侵入しました。高潮で潮位が上昇した沿岸部を襲った高波の威力を見せつけました。大潮の時期と重なった今回の台風6号は、高潮による冠水などの深刻な被害をもたらしました。台風などの自然災害を長年研究するカストロ・ホワンホセ教授。大潮の時期と重なる台風は、統計上は珍しくないものの、県内では少なくとも過去2、30年での発生はなかったと話します。まあ、我々のこれまでやった分析の中で、やっぱりこういった台風ですね、北部に、まあ、影響は出やすいと。南の方、高台のところですね、高架で特に風10メーター以上なんか吹いてくると、その道路なんか道路規制があって、まあ、閉鎖されることもあると思うんですね。同じように北部の方でやっぱりこういった状況の中で、特に幹線道路58号線ですね、まあ、規制を、まあ、かけた方がいいのかもしれませんね。高波の発生時に沿岸部の交通規制を始めるタイミングなどのガイドラインを見直す必要性を指摘しました。また、カストロ教授は沿岸部の住民に対し、高潮と高波のリスクをよく認識し、防災意識を高める必要があると指摘します。住民はとにかく避難ということを、まあ、それに尽きると思うんですよね。高潮、高波から身を守るには、危険な場所から離れ、不要不急の外出を控える。基本的な防災意識の徹底が必要です。